なんだろう。かわいいじゃん。ピクミン、それは不思議な生き物。 Wii U ピクミン3。とある星で出会った不思議な生き物ピクミン。彼らは力を合わせてあなたのお手伝いをしてくれます。ピクミンたちと惑星を探索。Wii U ピクミン3。小さな生き物ピクミン。けなげなピクミンたちと過ごすちょっと不思議な日々。Wii U ピクミン3。惑星探査のため3人の隊員を乗せた宇宙船は何万光年も離れた惑星へと向かった。着陸する時の事故で3人はバラバラとなって惑星にたどり着いた。それぞれ違う場所に墜落した3人の隊員は不思議な生き物ピクミンと出会います。探索の目的はピクミンたちの助けを借りながら惑星の各地に落ちているフルーツを集めること。集めたフルーツの種を持ち帰れば故郷の星を救うことができます。ピクミンたちは母体となるオニオンから生まれ芽を出します。それを引っこ抜くとピクミンは動き出します。動き出したピクミンは指示が来るのを待っています。笛を吹けば集まって後をずっとついてきます。目的地を指示して投げればそこでせっせと働いてくれます。落ちているものを運んだり重いものを動かしたり壁を壊したり。ピクミンは原生生物に襲われると食べられてしまいます。しかし大勢で力を合わせれば大きな原生生物をも倒せます。また原生生物は夜になると凶暴化するので日没までにはピクミンたちを隊列に入れておいてあげましょう。ピクミンにはいろいろな種類がいてそれぞれ特徴が異なります。赤ピクミンは火に強く叩く力がとっても強い。青ピクミンは水が大好き。水中でも溺れずに活動することができます。黄ピクミンは電気に強く感電しません。また高いところまで投げ上げることができます。岩ピクミンは硬い体でガラスや水晶を壊すことができます。羽ピクミンは羽が生えていて空中を移動することができます。いろいろなものを持ち上げたり引っ張り上げたりすることもできます。それぞれのピクミンの特徴を生かして効率よくフルーツを集めます。
フルーツは隊員たちが毎日生きていくための貴重な食料でもあります。フルーツから作ったジュース一つで1日分です。こまめにフルーツを集めておかないと探索を続けることができなくなってしまいます。3人の隊員はそれぞれ切り替えてプレイすることができます。効率よく探索するために3人が手分けして離れた場所でピクミンたちを引き連れ別々の作業をさせていきます。一人では行けない場所も仲間と協力して先へと進むことができます。惑星探索には Wii U ゲームパッドが便利です。ゲームパッドの画面に表示されているマップでそれぞれの隊員たちの位置や作業状況を確認したり、操作していない隊員を次の場所まで誘導したりできます。また探索が手詰まりになってしまった場合や多くのピクミンを失ってしまった場合などにはその1日をもう一度やり直したり、数日前に遡ってやり直すことができます。繰り返し行うことでそれまでの経験を生かしたりもっと上手いやり方が見つかるかもしれません。本編のストーリーモードの他にも決められた時間の中で与えられたミッションをこなしハイスコアを目指すミッションモードや、2人で対戦するビンゴバトルモードもあります。3人の隊員とそれぞれ特徴を持ったピクミンたち、力を合わせてフルーツを集め故郷の惑星を危機から救うことができるのでしょうか。Wii U ピクミン3